医師、この人に似合う髪型何？田中碧。碧さん？田中碧くんはめちゃくちゃ僕も好きでかっこいいんだけど、若干頬骨が出てる丸顔タイプ。昔の写真とか見たら分かるんだけど、結構ストレートで髪質がこう横にポンって広がりやすい髪の質をしてるんで、結構刈り上げとかのバランスがすごい重要で、ここが立ってるスタイルはやっぱり丸く見えすぎて似合いにくいです。なので最近は多分パーマ当ててるんだけど、これがめちゃめちゃかっこよくて、マッシュ系のパーマスタイルにすることによって下ろしても可愛さをアピールできるし、上げてフォーマルに決めることもできるんで、田中碧くんに似合うスタイルはマッシュ系でパーマスタイルが一番似合うと思います。ありがとうございます。